のの字自転車全国市区町村旅、旅298から301、2018年の4月1日から4日の自転車旅の第2日目だけを紹介いたしましょう。今回は全体的に言うとですね、三重県から京都まで行くね、自転車旅なんですけどね。まあ、19周目の旅なんですが、まあ、23周目の動画も先に紹介しているので、その続きということでお送りしております。1日目の最後どこまで来たかというと、松阪市のねネットカフェに泊まっております。次の日松阪駅から臨行して大紀町の駅まで行きますね。大台町の駅ですね。ここまた間違ってんだよな。昨日直したのにな。まあいいや。直してなかったな。で、自転車に乗って滝町を通って、松阪市を通って、津市を通って、そして、ここ初めてね、奈良県に入るんですけども、奈良県の三重村に入ってすぐに津市に入って名張市、近鉄が走るとこね、名張市で、いや、ここからまた奈良県入って山添村、名張市山添村、そして三重県の伊賀市にちょっと入って、また奈良県の山添村に入って、そして奈良市のね外れの方にちょっと入るんですよ。そして南山品村っていうところ、ここ京都府なんですね。この下も京都府なんです。ちょっとここ間違っております。そしてね、笠木町から臨行して、京都府の山梨区のねネットカフェに泊まります。まあね、そんな感じ。日数の方が301日目、全部でね。そして都道府県の数は34箇所、市区町村の数は880。今回はまず岐阜じゃなくて三重県。三重県どこだろうな。ここ三重県。今回の日程で初めて行くところは名張市で、全部で24箇所行っておりますね。そして初めて奈良県に入ってきましたね。あ、奈良県が入ってんだから、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。これ初めて奈良県が入ってんで、県の数がね増えたね。これ16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33だよ。あれおかしいな。あれ、もう一回数えよう。ああ、ここがね入ってるからね。14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、
4567890、これ30、123453535だね。ここ35です。いやで、今回初めて奈良県に入っていく。奈良県内、今回の日程で3カ所ね。なんだっけ、三重村だっけ。三重村、山添村、奈良市、3カ所行ってますね。で、京都府、今回の旅で初めて行くのは、山品村、そして笠置町、初めて行って、全体的に言うと21箇所でございますね。位置関係、のの字を描きながらぐる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 自転車旅をあって、世田谷区東京がスタート地点でぐるぐる回って、小笠原もね、番号が通っております。で、今現在は番号自体は19周目のね、三重県とか愛知県のとこ通って、北陸通って、一応ね、石川県の能登半島の中、能登町まで番号が続いて、この先がね、続いていないんですね。まあ、雪が降ってないところね、青春18切符を使って旅したいなということで、今回のルートがこっちの方になっております。ネットカフェで2日目の朝泊まって起きたのがここね、23周目の松阪市でございます。臨行してですね、この日は青春18切符使ってないかもしれないな、ちょっとわかんないけど、大台町まで行って自転車に乗って25周目ね、それで滝町を通って24周目の滝町を通って、そしてね、松阪市内を通るんだよね。松阪市内でね、津市もね、すごく広くてね、津市の一部を通っていくんです。そして奈良県の三重町、奈良県の何種目に該当するかわかんないんで、ここに書いてあります。ここに入って、で、またこっちのね、22周目の通信に入って、そしてこのね、24周目のね、名張市に入っていくんですね。そして名張市から奈良県の山添村入って、で、一回ね、これ23周目のね、伊賀市をちょっと通って、まあ山添村も何回か通って、そして京都府ね、その前にね、奈良市もね、ちょっと通ったな。奈良市の自分を 通りながら、京都の山品村に入って、そして、笠置町まで行って、そして臨行して、このね、山品区、京都市の山、23周目のね、ところに行って、ネットカフェに泊まるという感じになっておりますね。地図を見ていきましょうかね。三重県の松阪市のね、ネットカフェに泊まりますね。そして次の日の朝、臨行してですね、栃原という大台町のところ泊まって、そして滝町を通り抜けて、
松阪市を通って津市を通って奈良県の三重村を通ってからまた津市を通ってですね、そして名張市に入っていきます。名張市、そして北の方に行ってですね、山添村とかね、伊賀市とかね、奈良市なんかも通って行って京都府に入っていきますね。で笠木町まで行って、そして輪行して山科区の山科駅の近くのネットカフェに泊まりますね。いやー、ですね、朝早朝の松阪駅から輪行して栃原、大台町のね、三重県ですけどもね、駅に行って自転車に乗っていく、これ規制本線ですね。大台町の栃原駅の近くですね。ここから自転車に乗っていきます。まあちょっと曇ってるのかな、いい天気にも見えますけど、ちょっともやってますかね。桜の木がね、ところどころに咲いております。三重県でございます。なあ、まあなんか朝早いっていう感じですよね。時々車がすれ違います。ところどころに桜の花が咲いて、まだね、朝の光が上がったばっかり。国道のようですね。南高線かは分かんないですけど、川沿いのね、道を進んでいきます。辺りには住宅の建物とかね、木がたくさん見えておりますね。今回はね、奈良県とかね、京都の方にね、内陸の方に進んでいくのでね、坂道を登っていくってことにはね、覚悟していっておりますね。あー、桜の木、なんかピンク色っぽい桜も咲いててね。出発地点は大木村の大木町だったんですが、そこから滝町を通って、そして松阪市津市を通り抜けて奈良県のね、三重村っていうところがあるんですけど、そこをちょっと通ってからまた津市を通って名張市に向かっておりますね。赤い鉄橋が見えてきましたね。畑とかね、田んぼっぽいようなね、平地が広がっておりましたが、また山の中、山道に入ってきました。大きなフクロウのね、置物が置いてありますね。多分ね、ここら辺のシンボルだと思います。ミミズクかな、ちょっとわかんないですけどね。山に囲まれた谷の町、住宅が建って桜の木も綺麗に咲いております。山道をどんどん登っていきます。時間をかけてね、国道の368号線って書いてありますね。結構車幅が狭いですね。タイトな幅の道を登っていきます。山々の景色をたまにな眺めながら、つづら折りっぽいようなカーブを曲がっていきます。またどこかの集落というか住宅が建っているエリア、津市、ここから津市でございます。津市の手前は松阪市だと思いますね。で、一旦ね、奈良県のね、三重村っていうところに入ってからまた津市を通っていきます。水の張ってないね、田植えの準備も何もされてない田んぼが、橋の下の方に見えております。山に囲まれた盆地の農村という感じでしょうか。まあちょっとずつね、緑が深まっていく、まだ新緑の季節とは言い難いような、そんな感じですね。桜の木がね、桜の花が何と言っても綺麗ですね。優しい気持ちになる。あ、なんか買ってますよ。なんか買ってます。なんか駅弁みたいなの買ってます。これね、駅なんですよ。松阪駅から出てる JR の何線って言ったかな、きな太郎。お餅、なんとか線っていうね、
路線が出てるんですよ。もう頂点のね、その終点の駅ですね。行政区的にはね、津市の中だったと思います。でさらに、坂道を登っていって、なんて書いてあるのかな。368号線って書いてあります。国道ですね。坂道をずっと登っていきます。ここら辺まで来たのかな。三重県、あ、今三重県に入る前がね、奈良県でしたね。奈良県の三重村も遠いすぎて、また津市に入って今度名張市の方に向かっております。で、名張市が過ぎると今度は山添村とかだよね。ここから名張市ですね。名張市は三重県なんですけど、奈良県の山添村とかね、三重県の伊賀村とかもね、かすめるんですよ。かすめる感じなんですけどね。なんか境が入り組んでるんですよ、この辺。また山道を登っていきます。こんなところでパンクしたら大変ですね。まあさすがに注意道具は持っていると思いますけどね。石がゴロゴロしますね。川小さい川なんですけど、名張市から奈良県の山添村の方、この辺りを通っていると思います。名張市山添村、山添村役場の前を通ってから、伊賀市に入ってから、奈良県の山添村にまた入って、奈良市に入っていきますね。ダムですね。これ役場だね。名張市役所かな。ちょっと分かんなかったな。もしかしたら山添村役場だったのかもしれない。はっきりしないですね。なんか製材所のようなところを通っていきます。竹林でしょうかね。右側、桜の木もきれいに咲いております。どこら辺まで来たのかな。桜の木がきれいに咲いておりますね。なんかね、桜の季節は山道行ってもなんかいいですよね。桜の季節の山道を行くなんかいいですよ。まあ、新緑の季節もいいですけど、特別な季節ですよね。桜が咲いている時は棚田みたいな田んぼが広がっておりますから。でもまだ水も何もないですが、ここね、山添村役場かもしれないな。もしかしたら違うかもしれないけどね。
桜の花が綺麗ですね。本当いいベストシーズンですね、桜の木のね。本当にこの時ここを走ってなければこの桜には出会えなかった。あ、古びた鉄橋が見えますね。あの鉄橋のね、向こう側はね、確かね、伊賀市だったと思いますね。東で、こっから奈良市に入っていくんですね。東ね、東。そして京都府のね、南山城村かな、そこに入っていくんですね。南山城村、京都府、そして笠置市の方に向かっていきます。笠置町か。あ、これね、まだね、山添、これね、関西本線の山添村だ、ね、じゃなくて南山城村だね、多分。そこから自転車に最後乗っていくと笠置町に入っていきますね。これ南山城村役場ですね。もうちょっと日が落ちてきましたね。関西本線沿いに進んでいくんですね。途中で関西本線は川を渡って川の反対側に行っちゃうんですけどね。川沿いにずっと進んでるんですけどね、はい、車両がついておりましたね。まだここはね、南山沿え村かもしれない。だんだんと落ちてきます。結構交通量多いですね。川が見えています。川を渡っていくと関西本線の駅があります。もう笠置町ですね。街並みを抜けて、古めかしい街並みが優しいですよね。いや、山奥のね、村なんですけどもね、町なんですけどね、桜のもう咲き乱れててね、いいですよね。笠置駅に着きました。なんかいっぱい歴史のものが置いてあります。笠置駅でございます。関西本線です。関西本線の笠置駅、桜満開の季節、川岸の駅でですね、川辺にはね、キャンプ場があるんですよ。いやー、いいところに来たよね、このね、笠置駅。結構ね。でですね、木月駅。写真とビデオでは時間の関係性が前後いたします。写真とビデオでは時間の関係性が前後いたします。朝の写真からまた見ていこうと思います。栃原という大台町の駅でございます。松坂駅から臨行して、ここから自転車に乗っていきます。朝早くてだんだん空が明るくなってくるというね。色ぶと得た しきたって読むのかな。しきぶと、桜の木を見ながら、大台町から滝町を通って、そして松坂津を抜けて奈良県の三重村に入ってから、そしてまた三重県の津市を通って名張市を通って、奈良県の山添村、そして伊賀市もちょっと見ながら奈良市に入ってから京都の方に行
きますね。川を渡っていく鉄橋の上、鉄橋の中っていうかね、渡っていきますね。ほう、気がついたら自転車のねライトのね蓋が取れていてね、電池がむき出し状態になってましたけどね、この辺でね、いや、どっかで落としたんだろうね。そういう細かいことがね、いろいろあるんです。フクロウが置いてあるところだね、ここね、シンボルのね。まあいや、そして坂道を登っていきますね。なんか植林されたような木が並んでおります。人工的な森林。人工的な植林されたような森林の山を抜けていきます。ここがねローカル線のね終点の駅だね。なんていう駅だっけな、メイナー線っていう終点の奥津駅だっけな。津の奥地で、これね、奈良県のね、三重村に入っていくとこだね。奈良県の三重村、こっから入っていくんですよ。初めて自転車旅で入った奈良県。まだね、春が完全に来ていない、そんな季節の山の中。流れる川を眺めながらまた先に進んでいきます。そしてね、奈良県の三重村からまた、三重県の津市を通って名張市の方に向かっていきますね。途中間飛んでいてですね、ここら辺はもうね夕暮れ時になってますね。百も桃橋、わかんない、石がゴロゴロして小さい川が合流しているところにやってきました。なんかね、山深いところに集落があったりしてね、そんな風景を見るのが楽しいんですね。自転車に乗って村から村へと渡っていく。なんて書いてあるんでしょうね、昔の石碑みたいなのが置いてありますね。これね、名張市内かな。こんなちょっと都会っぽい街並みなんで、ひょっとしたら名張市かもしんないな。でも山添村も結構街並みあったんじゃないかな。いい天気だな。県道80、うん、月、あ、ここな、名張市ですね。三重県の名張市から出て行って、山添村、奈良県の山添村ですね、ここね。なんかね、飛び地になったりしてる場所もあったような気がするな。入り組んでいたり。桜の木、花が綺麗ですよね。秋ではないってことは分かりますよね。そうそうそう、南山添、そう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 、月ヶ瀬、月ヶ瀬っていう観光地なんですよね、この辺ね。関西圏の月ヶ瀬カントリークラブとかね。なんかローカル線乗り継ぎバスの Z でね、ここら辺通ったの見たことありますね。なんかいいね、風情があってね、神社があって、タバコ屋の看板があって、お酒の
あたかたってちょっとした町並みですね。山添村かな？ちょっと伊賀市を通って、まあ、かすめたくらいなんですけどね。そして奈良市に一回入ってから京都府に入っていきますね。まだね、水田とは言い難い。田植えの準備もされていないような田んぼが見えております。これはね、もうね、笠木の近くですね。笠木の駅の近く。桜の木がいっぱい生えております。河川敷はね、なんかキャンプ場になってました。駅から見えましたね。笠木駅でございます。こっから輪行してですね、山科の駅まで行ってネットカフェで泊まります。その間のね、電車賃を考えたら近くのネットカフェでもいいかなとは思うんですけど、奈良市に行けばありますもんね。まあ、調べないと分かんないですけど、名古屋方面、大阪方面、笠木駅、加茂駅の隣。なんかやっぱり桜が演出してくれますよね、景色をね。で、列車が来る時間もね、桜を見ていると飽きないですね。いつまでもここにいたいなっていう、この明るさのまんま、ずっとこの景色を見ていたいなという気持ちになりますね。心が打たれるっていう感じですね。これ、鴨行きのね、木津駅ですね。木津駅で撮った写真ですね。木津駅から奈良線に乗り換えていくんです。鴨駅を通り越してね、ここに来たんですね。これね、3台目のカメラですね。松阪の駅ですね。松阪のネットカフェスタートして、松阪の駅に向かうときに撮った写真ですね。ネットカフェの前。これ松阪駅でございます。3台目のカメラで撮った写真、最初から見ております。松阪の駅からですね、大台町の栃原の駅まで行って自転車に乗って、大台町、滝町、そして松阪村、松阪市、津市を通り抜けて、奈良県の御杖村を通って、そして三重県のこれ津市に入って、そして名張市に入って、で、奈良県の山添、三重県の伊賀、ちょっとだけ。で、奈良県の奈良市を通って、京都府の南山科、山城村。そして笠木。これはね、南山科村ですね。京都府に入ったんですね。村役場の前を通って、次は笠木町ですね。そんな感じでね、これは笠木駅ですね。この笠木駅から輪行して山科駅まで行ってネットカフェに泊まったんですね。
地図を見ていきましょうかね。三重県の松阪市のね、ネットカフェに泊まりますね。そして次の日の朝、臨行してですね、栃原という大台町のところ泊まって、そして滝町を通り抜けて松阪市を通って津市を通って奈良県の御杖村を通ってからまた津市を通ってですね、そして名張市に入っていきます。名張市、そして北の方に行ってですね、山添村とかね、伊賀市とかね、奈良市なんかも通っていって京都府に入ってきますね。で、笠置町まで行って、そして臨行して山科区の山科駅の近くのネットカフェに泊まりますね。